こんちょい、やすけです。ということで、今回はですね、ブラックマーケットの豆知識ということでね、まあ、知ってる人も、まあ、結構いるのかもしれないんですけど、まあ、先日ね、まあ、ミラティブ僕やってるんですけど、まあ、ミラティブの配信をしてる時に、まあ、フレンドのモコ太郎パイセンからね、まあ、豆知識一つ提供しますということでね、教えていただいたんですけど、この内容が僕全然知らなくて、めちゃくちゃ驚いたんでね、皆さんにシェアしようと思って動画を回しているんですけど、まあ、普通にね、通常で回ったりとか、普通になんか大会とかでも全然使える内容じゃないかなと思って、これチートやんっていうぐらいね驚いたんで、まあぜひねそちらの方見ていただけたらなと思います。それでは行きましょう。はい、ということでやっていきましょう。まあブラックマーケットのどこにね豆知識要素があるかと言いますと、まあ、ブラックマーケットの地下あされるとこ多分あると思うんですけど、こちらの方にね教えていただいたハイパーすごいね豆知識があるんですけど、こちらのこのマップあるじゃないですか、なんか前から多分あったと思うんだけど全然意識してなかったんだけど、こちらのマップにね左側がヘリの情報、右側がブラックマーケットの地図になるんですけど、各場所のまあヘリ、湧いてるヘリの場所がわかるっていう、これだけでもすごくない？そうだったんやって俺全然知らんかったんやけど、これみんな知ってんのかな、これ全然わかんないんだけど、でこっち側がブラックマーケットのまあ、周辺の地図になるんですけど、まあ、ここに写ってる何写真、まあ、写真に写ってる場所に敵がもし現れたとしたら、現れたとしたらっていうか、まあいたら表示されるんですよね、これが。で今サブアカ入れてやってるんで、サブアカをじゃあこのマップ内に入れてみますね。マップを見ていただけたらわかるんですけど、点線が今自分がいる位置なんですけど、それ以外の敵の場所も表示されるんですよ、これが。わかります？今上から、あ、上から来てるみたいな、やばくないですかこれ。だからブラマの地下でね一人こうやって見てたら、スクの大会とかデュオの大会でも近くにブラマに寄ってきてる人がわかるっていう、やばくないこれ。あ、今ヘリら辺にいるんだねみたいなさ、まあ、大体の位置しかわかんないんだけど、まあ、大体の位置わかるだけでも強いし、敵が寄ってきてるっていうのがわかるだけでもだいぶ強いと思うんだよねこれ。もう多分この辺になったら足音が聞こえてくるから、まあわかるんだけど普通に。だからブラマの近くって山が何個かあると思うんだけど、そこの山とか取ってるなってのもわかるってのはやっぱりでかいかなっていう感じなんですけど、例えば今サブアカが左上にいると思うんですけど、こちらの方もね多分結構取ってる人、大会とかだったら結構強ポジで取ってる人とか多分多いと思うんだけど、まあアンチによって多分変わってくると思うんですけど、まあこの位置をね、まあわかるかな、ダウンタウンとブラマの間の山っていうか、まあ、ここでねよく砂でブラマにいる敵を撃ったりとか、大会とかでよく見るシーンだと思うんだけど、ここの位置も表示されるんで、まあ、ぶっちゃけ地下で見てたら近くに寄ってきたっていうのが分かるのはやっぱり強いかなっていう感じですよね。まあ、アップグレの位置とかも表示されるんで、アップグレに何枚いるとかそういうのも明確に分かるっていうのはやっぱり強いかなって思いますね。でお次が今マップの右側、まあ、中央から右寄りだよね、右寄りにいるあそこの位置も結構スナイパーで撃ち合いとか、ブラマの中にいる敵と、まあ、その山、まあ、強ポジ取ってる敵とって撃ち合いとか結構あると思うんですけど、はい、こちらの位置ね、この辺も分かるってのはやっぱ強いよね。だからソロとか普通にデュオもそうだけど、マスクでもそうなんだけど、普通にこうやって伏せて一人こうやって待ってたら、あそこの近くだったら丸見えやからね、 あそこに一枚いいんだみたいな。で僕が教えてもらったのは、まあ、縛りのラッシュのねルームとか、まあ通常待っちゃったら多分縛りないと思うんだけど、ブラマのここのちょっと見にくいんですけど、ここにエアボーンがあるじゃんね、あれでもショットガン突いけますよみたいな、もう外役も外役すぎてやべえなと思ったんだけど、そう、それもできますよってのがやっぱり強いなっていう。ここまで表示されるっての結構でかいよね。こんなに広範囲っていうかさ、普通にありそうな光景だからね、この辺で戦うって。全然だからここで何枚やり合ってるとかも分かるっていうのはやっぱり強いかなっていう感じですかね。だからあっちの山も全然表示されるしっていう感じなんで、まあ普通にスクのプラベとかだったら、まあマップ見ながら、普通にどっち側から近寄ってるっていうのも分かるし、まあヘリなしのルームとかだったらね、まあ特に分かるよね。もうこうやって歩いてきてたら全然あのマップに表示されるんで、
何枚歩いてきてるとか、こっち側から何枚来てるとかって分かるのはやっぱりでかいかなっていう感じですかね。で、右のこのマップがまあそういった感じですね。なんで歩いてきてる敵だったりとか、そういうのが分かるかなっていう感じなんですけど、これのマップが、こっちのマップ、ヘリの場所だけこうやって、湧いてる場所だけ表示されてんのかなと思ったんですけど、ヘリが移動してるのも見れるんですよね、このマップで。で、今じゃあ仮にサブアカをヘリに乗して、ヘリをじゃあ動かしますってなった時に、まあ、ブラマの位置ありますよね。中央から左上ら辺ですね。ここでじゃあヘリを飛ばしますってなると、移動してるの分かりますかね？ダウンタウン側に今向かってるんですけど、ちょっとサブアカがタッチバグがすごすぎて全然動かないんですけど、分かりますかね、動いてるの。このヘリの動きも分かっちゃうっていう、あーって感じなんですけどそれも分かるのは全然知らなくて、マジありがたいっていう感じなんですけど、まあなんでこっちのマップでも、まあバイクとか乗り物乗っててもこんな高速で点がこうやって動いてるんで、まあヘリ乗ってたら分かるし、まあヘリ乗ってなくてもバイクとかヘリでこうやって上空通ったら、右のこのマップには全然こうやって表示されますよっていう感じなんで、マスクの大会とかだったらね、普通に1人こうやってマップ見せといて、3人上で待機して、もう下の人はこうやって弾をヘビーだったらヘビーこうやって出して拾って、その10秒間の間こうやってマップ見てみたいな、移動を見てみたいな、またこれ10秒溜まったらこっち来て弾出すみたいな、そういう役回りでもいいのかなっていう感じではあるんですけど、まあね、これ知ってるだけでだいぶ有利に立ち回れるんじゃないかなっていう感じですかね。はいはい、といった感じでブラマの豆知識いかがだったでしょうか。ということで、僕に関してはソロもデュオもブラベの大会とか賞金大会出るときって必ずブラマに降りてるんで、ぜひね、ブラマには来てもらわないでというか接敵したくないんで、できればね、皆さんブラマは避けて他のとこ降りてくださいっていう感じなんですけども、まあ賞金の大会だったりとか、まあ通常回っててもアンチがブラマに寄ったりとかってなった時に、まあ割と使えるのかなっていう感じですかね。まあブラマの近くにいる敵とかは索敵っていうか、もうなんかチートじゃねえかっていう、まあ仕様だからまあしょうがないんだけど、まあここで一回確認して、まあ立ち回り考えたりとかっていうのもできるのかなっていう感じですので、皆さんぜひね、こちらの地図有効活用してみてください。ということでね、まあ情報提供してくださったモコ太郎パイセンには感謝して動画に上げさせていただきましたということで、もしこういう豆知識とかね、皆さん知ってることがあればぜひ教えてくださいということで、この動画がね参考になったという方はチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ということで、今回の動画はここまでということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。